のぞき梅鉢は極道はじめ門の常門である。情報講談協会は主に関西、名古屋地区を中心に活動する講談師が組織する団体。情報講談を中心とする寄せ芸能の普及向上、継承、保持を図り、日本の文化の発展に寄与することを目的としている。現会長は極道南左衛門の。ここでは、 情報公団協会から分かれた大阪公団協会、並和や公団協会についても言及する。情報公団は、軍団と浸透公爵の二つの流れが融合したもので、大正時代に立川文庫の生みの親である玉田玉秀祭などの玉田派が情報公団会を席巻した。その後、玉田、小月堂など情報公団の一門は昭和初期で名脈がつき、 本来の情報公団の系譜は一旦炊えたと言える。本来は、江戸の野号である極道のみが残り、二代目、極道南領の奮闘もあって、情報公団唯一の野号として今日まで継承されている。戦後になると、情報落語以上に、衰退一い情報公団は、江戸公団の系譜に連なる二代目、極道南領と二代目、極道湖南領死のみの状態となった。 そのような中で1965年11月に2代目、極道南領が没し、2代目湖南領は3代目、極道南領を襲名。1966年に情報講談協会を創設し、初代会長に就任したが、一流最帝法庁、講談した大魔24人によれば、講談師は東京が23名、上方は3代目南領ただ一人と書き記されており、 三代目の古軍奮闘が長く続いた。現在も数は多くはないが、三代目南漁の弟子たちにより地道な活動が続けられ当面の危機は脱した。しかし、2003年に教会内の内紛が勃発し、三代目極道古南漁らが同教会から除名され、大阪公団教会を創設した。2005年、初代会長の三代目極道南漁が没し 極道南左衛門のが二代目会長に就任。現在、本協会は南左衛門の一門のみが在籍する団体となっている。ありがとうございます。